私今オフィスにいるわけ。これ撮影する用のやつ。じゃん。あ、オッケー。ありがとう。これが必要なんだよ。今そう撮影するオフィスに来たんだけど、これから何をするかと言いますとね、今日はね23日なので、明日クリスマスイブじゃん。でさ、ラッピングは何もしてないわけだから、これからラッピングをするから、私と一緒にラッピングしていきましょうっていうやつをやるのよね。これは言っとくけど、私のオリジナルのアイディアだから、なんか Get Ready With Me とか Make Up Challenge とかそういうんじゃなくて、 Rapping With Me っていうね、もうやりましょうっていうやつよ。で、私のさ、お部屋こんな感じじゃん今。やばいじゃん、やばいじゃん。なんか専門学校の時のマネキンがあそこにあったりとか、ライトでしょ、このライト差し、やばいじゃん。で、あとうちの旦那の大事な書類とか床にあるし、これプリンターだし、あのね、明日うちの姉の家族が2日間だけ遊びに来てくれるのよ、フロリダの方から。で、このお部屋3つ目のベッドルームなんだけど、うちのアパートの中のここの部屋にあの彼ら寝るのね。だからさ、何をしなきゃいけないって、あれよ、片付けなきゃいけないのよね。このライトとかを畳むのかみたいな、畳むのか、どうだろうな、畳むんか、畳まなきゃだよねこれね。ちょっとあかりさん、畳みたくはないよ。あかりさん、ちょっと畳みたくはないよ。ちょっと時間がどうかな。 OK、 じゃあやっていくよ。これからのビデオはお子さんのいる人は一緒に見ないでください。OK? OK? 一緒に見ないで。スキップしてそれか。分かった？子供3人いるんですけど、3人とも、まず、お父さんとお母さんからプレゼント1個。おじいちゃんとおばあちゃん、旦那側のおじいちゃんおばあちゃん、旦那側のお父さんお母さん、彼らの旦那側のグランペアンツ。何この音、これも1個で、あとサンタさんから1個、だから1人に3つプレゼントが来るんですよ。それにプラスですね、それにプラス、サンタのストッキングがあるじゃない、あれに詰める小物たちがあるんですよね。で、だからそれを、ラッピングしていくわけよ。OK? これは娘に、これまず娘に、私と旦那からのプレゼントなんだけど、うちの娘がお風呂入るときに、お風呂の中で濡らしていい人形っていうのが欲しかったわけ。で、これがそのなんかもうお風呂に一緒に入れてバシャバシャって遊べるみたいなやつなの。だからそれなの。 OK? ちょ、私ラッピング上手じゃないからあれだよ、ちょっと YouTube で探すよ。うん、そのやり方は知ってんだよ。まあいいや、わかるのでやってほしい。こういう風にやって、皆さんこういうさ作業のビデオ見るとき、私もろ型だから、なんか思った以上に雑とか思うかもしないけど、大型だからね。大型っていうのは自分の中で決まったルールがあって、そのラインを超えなかったら OK なんだ。
せ。ほんでこのさっき旦那が見つけてくれたステッカーあるじゃん、これを貼らなきゃいけない。誰かから誰々から誰々よりっていうのが分かるようにしないと、間違った人が開けちゃダメじゃん。だからそういうためのステッカーなんだよ。こうやらないとさ、朝さ、このプレゼントを朝クリスマスツリーの下にプレゼントいっぱい置いてあって、こう子供がさ、わさーって行くわけよ、起きた瞬間に。こうそれだとやばいから、そこに一人大人がいてのクリスマスツリーの前に立って、オッケーオッケーオッケー、触るなバカー、下がれ、オッケー、一つ目、はいこれ、はい誰誰、はい次これ、はいお前だ、はいこれは、はいこいつだ、みたいな感じでこう一人の大人が仕切ってやらないといけないわけ。それの分かりやすいようなものでございます、これね。でさ、これをさ、どこに隠すかだよね。またずっとこのクローゼットに入れたんだけど、どこに隠す？だってこの部屋姉ちゃんたち寝るわけじゃん。オッケー、次、まあいいや。次は、これは私たちからキャメロンにプレゼントで、なんかね、これうちの姉の家族が持ってるんだけど、もうすでに。なんかさ、何あげようかなって考えた時に、いろいろ考えついたんだけど、なんかもうちょっとこう、なんていうの、頭を使って指先を使ってなんとかこう彼のこう、あつまんねって思わないようなおもちゃっていうかさ、こう遊びながら学べるみたいなやつで、ね、とかってもすっごい考えたので、ターゲット行ったらこれが売ってて、あそういえば姉ちゃん家行った時にキャメロン遊んでたなこれで、みたいな。そうで、まあ、今もうちょっとその遊んでた頃より年も取ったし、もっと理解できるから多分喜ぶだろうなと思って。でこういったね、あのプレゼントはあのお風呂で下の2人に行くから。そうで、これはなんかそのこう組み合わせて電気が通る通路をこう上手に自分で作って、でこうなんていうのかな、こうしっかりとこうさ線をつながないと電気がうまくつかないわけ。まあそういう感じのおもちゃなのよね。そう、うちのキャメロンの方はサンタさんからあのなんだっけ、電動のさスクーターが欲しいって言っててでそれじゃん。でなんか私たちからはなんか結構いろいろ細かいことは言ってたけど、これみたいなのなかったね。だからそれだったらおかんが選んじゃおうみたいな。2個目完成。エディソンのさ、プレゼント探しまくって家の中隠してるからさ、いろんなところに隠してるから探しまくって、エディソンのプレゼント私たちからのはこれ、ちょっと 見えないでしょ、開けたくないんだけど、あの木のお皿、あとこの木のスプーンたち、スプーンとかフォークとか、最近あの離乳食始まって全然食べてるから、それにちなんで、まあね、秒殺で開けられるから結構ラッピングとか気にして見てないし、あの開ける側はね、だからね、いいのよ。これがエディソン、これが子供たちへの私たちからじゃん。で、うちの旦那のプレゼント、これ、ここに入ってる。
なんだこれって感じでしょ。これ袋開けた方がいいかな。開けない方がいいよね。これはね、うちの旦那さ、ドローン持ってるのね。で、あとこの先もやっぱりさ、あれなんだよね、あの人電気家具、特にそういうカメラとか好きなんだよ。で、この先も多分もっと増えると思うわけ。私がこういう YouTube とかやってて、でメイクの仕事とかしてるとやっぱりカメラとか大事になってくるし、この先ももっと増えていくと思うから、これはねバックパックなんだけど、それ用の、それ用のやつ、やべ来るかと思ったそう、それ用のやつで、開けるともうこうなんていうの、小分けになってんのよ。でなんかドローン入れたりできるし、カメラ入れたりとかできるしみたいな感じのバックパックなわけ。多分これ見てキャメロンが自分のプレゼントだと思って、違う、それでダディーのだよってなってキャミが怒るっていう。もう分かる、どういう風になるか。子供はさ、大きいのがなんかもう大人になりつつ学んできませんか。なんか小さければ小さいほどいいプレゼントが入ってるみたいなね。これはエディソン、サンタさんからのプレゼントで、アマゾンでね、このエディソンが生まれる前にアマゾンで見てて、ほんとこれにそっくりなやつ欲しいなって思ってたの。でも全然買わなくって、でこの間ターゲット行ったらこれがほんとすっげえ似てるやつだから売っててさ、あこれ欲しかったんだよ、こういうの欲しかったんだよエディソンと思って、でこれを、すいません、なんかさ、私の友達は超クリスチャンで、もう教会毎週行ってる友達がいるんだけどさ、彼女はもう自分の子供が小さい時からもうサンタさんはいないよって言ってるんだって。超クリスチャンなんだけど、そう、子供が小さい時からもういないよって言っちゃってるので、なんかその、要はさ、クリスマスってそのキリスト教の誕生日だから、あ、要はさ、クリスマスってそのベイビージーザスが生まれた日だからとか言っちゃうんだけど、だから結局さ、それはさ、後付けのお話だからさ、そういういろいろ神話があるけどね、その話は本当のお話じゃないからって言って子供に教えてるとか言って、まあいろんなお家があるよね。うちは多分子供が学校とかで大きくなってさ、学校とかあと知り合いとかから聞かされるのを待つみたいな感じよ。私がどういうふうに、言うとあんまりはっきりしたのは覚えてないんだよ、正直。なんだけどもちろん信じてて、ある年結構私が大きくなってから、でも多分小学校3年生とかそんぐらいだったと思うんだけど、クリスマスのシーズンじゃん、ある年クリスマスの時期にうちのおかんの車のトランク開けたの。したらさ、なんかこうなんか布みたいのがかかってんだけど、なんか大きいものが中に入ってる感じなわけで、その布を開けちゃったのね。したらプレゼントがそこに隠されたっていうやつよ。でほら、私がさ小さかった時はさ、お母さんからおじいちゃんおばあちゃんからとかそういうのなかったから、本当にサンタさんから1個じゃん。だったから
あ、見ちゃったっていう感じだよね。なんかすっげーショックだったの覚えてる。すっげーショックだったの覚えてる。だって見たの今でも記憶にあるの。なんか開けたらその年のねプレゼントすっげー大きかったんだよ。マックのおもちゃで、マクドナルドあるじゃんか、ファーストフードのあれのおもちゃで、なんか実際に本当に作って食べれるみたいな感じの、でもおもちゃのやつをもらったんだよでもうちの母ちゃんが頑張って、なんか毎年そうだね、あ、枕の隣とか、だから自分の寝てる枕の真横とか、あとその自分のベッドの寝てるその足元とかに置いてあったね、毎年。で年々それがちょっとだんだんこう離れてって、自分が寝てるところから、ある年ぐらいから、あのドア、自分のさお部屋のドアあんじゃん、あのドアの手前にあって、その次の年になったらもう今度ドアの外みたいなだんだん離れてて、だんだん離れてて、だからドア、だから起きてプレゼントどこっつって見るじゃん、ないわけで、うっそやっべ今年何もねえのとか思ってドア一生懸命こうやってさしたいこうと思って、開けたと思ったらガンガンガン、あ、なんかあるあれみたいな、あったと思ってあ、でもその時はもう分かってる年だったから、あ、お母ちゃん外に置いたんだなみたいなまあでもそれでもこうあれよね、やってくれて、こう何、翌日のドキドキワクワクみたいなのをやってくれて嬉しかったですけどね。その時中学生とか高校生になったら多分もらわなかったと思う。あー、覚えてないな、多分くれたかな、覚えてないよ。エリさん、フローレンスのサンタさんからプレゼントは、ベイビーアライブ。これはさ、小さい女の子、いろちゃんみんなね、持ってんじゃない？アメリカですごい人気の、ちっちゃい子供たちに人気の、正直今でも流行ってるのかなって感じ。なんかもう何年も前から流行ってるから、だけど結構お手頃な値段で売ってたんで、ターゲットで。でやっぱりこういうさ、あの人形系ってこうなんとかごっこ、おままごととかさ、そういうのするに使うんじゃん、だからいいなと思って。あとこういろいろ小さいのはソックスに入れるやつをね、これうちの旦那のあのアンダーウェアうちの旦那のソックスに入れるのはこのアンダーウェアと、あと香水、そうそうそう、毎年恒例の香水のプレゼントじゃん。それと、あとなんだっけ、あ、うちの旦那さ、こういうさ柄のソックスが好きなのね。これを買ったんだけどさ、見てこの2つね、この会社のブランドのソックスが好きなの、冗談なで、これさ、あの2個セットじゃん、これお父さん用で、これ子供用のセットなのね。でこっちをキャメロンとのセットで、こっちをフローレンスとのセットで買ったんだよ。っていうのもあんまね絵が見えないと思うんだけど、これエルサなわけで、これがオーラフだっけ、でキャラクターのやつで、これはキャメロンで、これが冗談のセットで買ったの。うちのさ娘も今年フローズン2出たじゃんか、大好き、超やばいから。でこれキャメロンで買ったのね。そう、これはうちの旦那のソックスに入るの、じゃん。であとキャメロンにはこれ、あのそのエレクトリックスクーターに乗る時用のこの膝当てと肘当てじゃん、
であとこのヘッドフォンでしょ、あの飛行機とかで使えるじゃんか。で一応これはあのブルートゥーンだっけ、ブルートゥーフ、これは一応このブルートゥーフとかもくっついてるやつだから、あのワイヤレスで使えるやつじゃん。であとキャミーのアンダーウェアと、あとそれポケモンカード、あとこれはそのポケモンカードのファイル、これがソックスに入るんだよ。でフローレンスのソックスに入るのはフローレンスのアンダーウェアと、あとこのアナの、ドレス、これもパジャマなのね。でこれがエルさんのドレス、これが彼女のソックスに入るのって、初めさアナ買ったんだよ、アナね。っていうのも、もちろんエルさんのドレスあったの、これパジャマだからね、言っとくけど、さっきも言ったけどさ、エルサのパジャマもあったんだけど、エルサのパジャマをさ、ただ全部青いだけで、なんかちょっとつまんなかったもん。で、こう考えに考えた末、こっちの方が色かわいくねと思って、それでアナ買ったんだ。で、家帰ってきたじゃん。それでさ、フローズンのムービーとかお家で見るんだけど、なんかもうこう、日が経つにつれ、やたらエルサ言うようになってきたもんね、うちの娘が。初めは何も言ってなかったのに。で、なんかもう、なんだっけ、アナとエルサどっちがいいとか言うと、エルサって言うしさ、それでだんだん私もやべえと思って、でもリターンしたくなかったわけ、これはこれで可愛いなと思って。で、まあ、パジャマだからパジャマとかしても着れるしさ、なんか着れるじゃんね。で、あ、このままだったらちょっとエルサ関係やばいからみたいな、だってアナあるのにエルサないとか多分怒るっしょ、フローレンス。だから、フローレンスじゃない、だから、エルサは後で買ったみたいな感じよ。で、これはちなみにそのパジャマのやつじゃなくって、パジャマのやつつまんなかったから、これはもう本当にそのさ、ドレスみたいな、子供のドレスみたいなやつなわけよ。もうこれしかもさ、あの、ほとんど売り切れで、本当にそのこのターゲット買ったんだけど、ターゲットのなんか服売り場の方じゃなくって、おもちゃ売り場の方のなんかプリンセスとか置かれてるところのなんか奥っていうか、そのなんていうのかな、棚の奥みたいなところにコッて入ってたわけで、私に見つけ出して、やべえみたいな、これはあのパジャマと比べて全然つまんなくないし、ただ青ってだけじゃないしみたいな、ね、なんかすごくない、キラキラしてるしみたいな、これでしょ、うちの娘はこれでエルサでしょと思って、でこれ買った。だからドレスが2つあるの。しかもこの話のまた延長を話すとですね、皆さん、今日さ、うちの娘誕生日だったわけ、3歳ので、もう誕生日パーティーは学校でやってくれたから、家で本当になんていうの、プレゼント渡して、あとケーキ食べてみたいな、まあ本当一日お家にいたんだけどさ、今日はどこに連れて行くわけでもなく、でも一応こうお家にいる時はさ、こうスペシャルに感じるようにしてもらってたんだけど、あんまおくんが有利したりとかしてたんだけど、その一番初めにもう朝起きた時に、プレゼントあげたわけっていうのも、うちの旦那が今日朝お仕事から行けなかったから、だからもう朝のうちにあげて、で、まあ、一日中遊んでもらってみたいな、で帰っていくときにケーキ食べようみたいな感じで、やったのね。でそのプレゼントに、彼女がずっと欲しいって言ってたアイスクリームのおもちゃ、木でできたやつなんだけど、アイスクリームのおもちゃと、あとなんだっけ、またさ、プリンセスのドレス買ったわけプリンセスのドレス買いすぎじゃない、今年私だってさ、可愛いんだもんで、そのプリンセスのドレスがさ、シンデレラ買ったのよね。シンデレラ見たこともないんだよね、シンデレラなんだけど、シンデレラのドレスが可愛かったの、すげえキラキラしててキラキラしてて可愛かったってずっと言ってんだけど、
超可愛かったわけで、値段もね、まあ、そこそこいいかったんで19ドルとかそんぐらいなわけね。だからやっぱこれ買わなきゃと思って、でそれ買ったじゃん。で今日さ、今朝開けたらさ、初め着てたんだけど、だんだんこうなんかこうこうやったりとかして、多分さ、あらゆる生地ってかゆいんだよね。それ多分すっげえかゆがってて、しまいにも着たくないみたいな感じだからさ、マジでと思って。あ、でエディソンはサンタさんから、エディソンサンタさんからないじゃん。エディソンサンタさんからないじゃん。あれやべ、何も買ってないよ私。エディソンサンタさんからねえやん。やべやべえじゃん。やべえだったか。やべえ、あれエディソンあのソックスに入れるやつ買ってないじゃん私。今考えたらやばくない？やべえ、買ってねえや。どうしよう、まあいいか。よし、とりあえずおしまい。あーやべえ、これからちょっとパイ作んないと。ローレンさん、洗って落とせるパマーカー、ローレンさん、キャミーノ、今ラッピングしてると思い出したんだけどね、私が小さかった時、なんかどうやってサンタさんに自分が欲しいものを伝えるかみたいな。で、うちはうちママがなんかクリスマスツリーがあったんだけど、そこに手紙を書いて置いとけど、で置いた翌日とか取りに来ないよね。なんだけど1週間もしないうちにいつの間にかなくなってるわけで、なくなったのに気づくと、やっべえサンタさん来た、手紙取りに来たみたいな、まあ、そういうシステムだったの私の小さかった時はね。で、なんかアメリカに来てからはなんかこうサンタさんに手紙書く子供とかさ、いろいろいるの。あとなんかその何だっけ、写真、サンタさんと写真撮れるんだけどさ、なんかそのタイミングでそのサンタさんにこれが欲しいですとか言うみたいな。だからその写真を撮れるのはショッピングモールとかに行くとサンタさんがいて、なんか一緒に写真撮れたりとか、もうそういうビジネスなんだけどね、すごい高いんだけど写真撮るのは一緒に。なんだけど うちは毎年恒例でこあのサンタさんと写真撮ってて、でキャムロはもうそのサンタさんが本物じゃないっていうのは分かってるんだ、あれはフェイクのサンタだよねっていうのは分かってるの。そう、なんかもう写真撮る用のサンタさんだよねみたいな。でもうちの子はまだ全然信じてて、なんか結構いつこう言ってくるかちょっとドキドキ毎年してるんだけど、多分小学校2年生3年生ぐらいまで多分どうだろうね、信じていないかなと思うんだけど。私さ YouTube 夜中撮るの多いよね、こういう感じで。だってさ日中はさ子供がもうさギャイギャギャギャすごいから、うちだからビデオ回しても後ろでさ子供がなーとか言ってだ、なにキャメロンが撮った撮らない、フローレンスが叩いたとかさ、そんなん嫌じゃん。なんか夜が多くなっちゃう。 OK グッ、よかった。このねこのラッピングペーパーこの色のやつはサンタさんから来たやつだから、これが全部使えてよかった。ほら、そしたらパイ作りに行こう。